シェブレット開放区の酒井です。本日の雑談は放置バイクをゲットする方法ということで、まあちょっとこれ微妙な話になってくるんで、まあ最終的にはまあ自己責任でお願いしたいということと、あとはまあちょっと行動を起こす前にインターネットとかで調べてもらえばかなり情報出てきますんで、まあ、それをしていただければと思います。まあ、ざっくりという話になってくるんですが、まあ、よくマンションとか自分が住んでるマンションとかで放置してもうほこりがすごいかぶって、もう絶対これもうこのマンションにも住んでない人が置いてったんだろうなと、明らかにそういうバイクってあるじゃないですか。そういうのをまあちょっと処分できる方法ということなんですけど、まあ、処分といってもそれは登録はできないですね。まあ、ちょっとこの辺もちょっと微妙になってくるんですけど、まあ、部品取りだとか、まあ、例えばモンキーとかそういったものがあればラッキーですよね。そういったものがまあちょっと部品取りとしてまあ処分させてもらえるっていう形なんですけど、ちょっとここに関して もう処分させてもらえれば、僕はバイク屋だったんで、まあ、処分してくださいっていうふうに頼まれるっていうことがあったんですけど、まあ、それでゲットとまた手に入れるっていう方法ということなんですけど、まあ、そこがちょっとそこは交渉になってくるんで、一回ちょっといろいろ話してみる価値はあるのかと思います。まあ、やり方としてはですね、まずまあそこにまあ住んで自分が住んでいるということが前提で、住んでいないってなるとまあちょっとおかしな話になってくるんですけど、自分が住んでいるということが前提で、自分が住んでいるマンションの駐輪場にまあバイクが置いてあって、そのバイクが邪魔だよっていう場合、そのバイクの所有者を特定しに行くんですよ。でその所有者の特定の仕方っていうのが、まず警察に電話するんですよね。でまあ、邪魔だからということで、邪魔でも絶対誰も使ってない放置してある車両があって、まあ、ちょっとガソリンとかも入ってて危険っていう理由とか、まあ、なんか理由をつけて警察に連絡していただいて、まあ、ナンバープレートから警察いろいろやるんですよ。でこの警察との話の中で、まあ、警察結構こう放置、まあ、忙しいからっていう理由もあると思うんですけど、まあ、こっちから連絡して折り返しとか、例えば こっちからまた連絡しますねとかっていうことで、そこは少し話をしといた方がいいです。曖昧になってると話が動かなくなっていくことが多かったんで、話はしておいて、でまあ第一にまあ連絡して、そういった車両がここに放置されてるんですよ。そうすると警察は盗難車であったり、まあいろいろ調べてくれるんですよ。で結局所有者が見つかりませんよってなった時に、まあ、それをまあ確認取れた、まあ、で盗難車でもないよっていうことが確認取れた後で、もし盗難車であれば、その盗難車は警察が引き上げていきます。なんで盗難車でもない、所有者が見つからないっていう状態に、まずそこをまず確認します。そこまでがまあ第一ステップですね。でそれが終わりましたら、次、まあ所有者がわからない、警察も連絡してけどどうすることもできないよっていうことになった場合は、張り紙を貼って何月何日までに処分してください、使用していないのであれば処分してくださいとかっていう、使用しているんであれば、まあ、ちょっと別ちょっと動かしてくださいとか、そういう張り紙をまずそのバイクに貼るんですよ。でその張り紙を、まあ、期日を書いて、何月何日まで、まあ、1ヶ月ぐらいですねにこう書いて張り紙を貼ります。まあ、大体けどこんなもんもういないっていうこと分かってますよね。だからまあよっぽど、まあ、1ヶ月時間はかかってしまうんですけど、でその張り紙が1ヶ月経ったら、今度はそこの管理会社に連絡するんですよ。でこのまあ警察にも連絡して張り紙もしたっていう状態で、そのバイクの所有権はそのマンションの管理組合、もしくはまあ大家さん、どこに移動するかっていうのは分かんないんですけど、ですからそこのマンションの管理組合に連絡をするんですよ。まあ、こういう手続きをして貼り紙もして、所有者はまあ見つからない状態で、みんなで使用する場所邪魔なんで処分をということなんですよね。処分をしていいですかっていうことを確認するんですよ。そうするとその管理会社もしくは大家さんが処分してくださいっていうことになれば、その放置車両をゲットできたっていうことになるんですけど、その、マンションの管理会社、管理組合、管理会社だとか管理組合の人、もしくは大家さんっていうのが、果たしてその誰に処分をするさせるかっていうのはちょっとわからないところなんですよね。だからちょっといろいろそこは話になっていくと思うんですけど、まあ、一連のこういう流れでマンションの車体をこう処分したことは何度もありますね。
あのマンションの管理会社とちょっと付き合いがあったんで、その管理会社がそういった形で、要はマンションにどこでも大体あるじゃないですか、そういう放置バイクっていうのが。なんでそこから連絡があって、処分してくれっていうことで僕ら処分してましたね。はい。でまあ使える部品は使ったりだとか、まあそういったことはしてました。だからそれがもしこの個人のバイク屋、屋号を持ってるバイク屋さんではなくて、個人、まあ一、まあ僕みたいな感じでできるかっていうのはちょっといろいろ調べないといけないとは思うんですけど、まあ管理会社としては、まあ管理組合、まあマンションの人たちとしては、放置バイクがなくなるっていうのは結構いいことなんで、なんかそういったことでちょっと話を進めるっていうのもありなのかなと思うんですよね。うん。だからちょっとそのビッグバイクとか、まあ原付が多かったんですけど、もちろん僕がやってた時は。だからまあちょっとビッグバイクとかもね、あの車検のあるような、あの大きい白ナンバーがついてるやつっていうのはあんまりなかったんですけど、ちょっとまあそういった形でいろいろ手段があるんで、まあ共有させていただきました。はい。ちょっとね、この話はちょっといろいろ難しい、その所有権とかっていう話になりますので、しっかりインターネットで調べていただいて、まあやっていただければ、自分が住んでいるマンションのその放置車両をまあ処分するってできる可能性があるということですよね。はい、本日の雑談は終わります。ありがとうございました。